こうやって固定できればいいけど、ずっと持っとかんといけん。今ね、ポテトを食べてます。ポテトというのの。スケさん、大愚さん、ともゆきさん、プーチンさん、竹松留さん、バーバブさん、まれともちゃん、ともゆきさん、ゆうちゃん、ひろしさん、たこう、りょうへいさん、みきやくん、ありがとうございます。外ではない外ではないですよ。よいしょ。なんか置ける場所が、もう置けるけど、なんか置けんみたいな感じ。置いたらめっちゃこう畳んといけんくなる。それバスローブですかって、なわけないだろ。なわけないだろ。いけませんね。もうこう顔の上半身配信みたいな。あ、いや無理か、いけるか無理か、ギリギリ、これギリギリライン。ギリギリライン、めっちゃ姿勢よくしてギリギリライン。マンチュさん、ヤジウマさん、優勝。あっくん、クマ、ありがとうございます。マセイロさん、ありがとうございます。無理か、限界がこれ、顔の上半身って感じ。上半顔。上半顔。味こう、これ。めっちゃマヨネーズ。幕張のツーショットが落選が出たみたいで、当たった方はよろしくお願いします。お支払いを忘れたら復活して八つぐさん、そうちゃん、ありがとうございます。今日お菓子がいっぱいあります。これ買った、これはもう去年も食べた気がする。でも美味しかった、今日買って食べて買ったらやっぱ美味しかった。トップ、甘いもしょっぱいもある。今しょっぱい、しょっぱいはポテチ。
とどれ買うか悩んだけん、悩んだもの全部買った。あ、みたらし団子も食べた。今思い出した。今日は TikTok とインスタを投稿しました。うん、コメント見よう。TikTok ね、まだフォローしてない方はフォローしてください。なんかさ、最新のフォロワーとか見たらさ、あなたはまだフォローしてなかったのかみたいな人よく見る名前の、まだ逆にフォローしてなかったんかみたいな人いるんでね、フォローしてください。そう、明日はね、ガルア配信あるので、ストーリーに載せとこうかな。 STU TikTok で配信あります。よかったですね、 TikTok ダウンロードしてて。私が TikTok 始めてなかったら TikTok ダウンロードしてなかった人もいるんじゃないですか。まあでも出番は遅めです。これ言っていいのか分からんけど、何時とは言わないですけど、遅めです。13時50分から開始、開始なんですけど、4時間ぐらい見なくていいかも。それは嘘。いや、いや本当かも。遅めなのに前乗りなんだねって。リハがあったからね。本番だけが全てじゃないんでね。マイキさん、神谷さん、リョクさん、めちゃきのこさん、ありがとうございます。
17時55じゃないのって、それはフラワーフェスティバル、それはフラワーフェスティバルです。ストーリー載せた。なんでずっと息をする、もううるさいないちいちもういちいち全てにうるさいな、もうなんなんだ前乗りだな、なんいちいちうるさいな、もう全部に対して。明日は女オタク増やしてきてくださいって頑張ります。 TikTok のストーリーを載せた。 TikTok の、まあ、インスタのストーリーはいいんですけど、 TikTok のストーリーはハートを押してください。見たらハート。中野さん、20世紀ともちゃん、タコアカエルさん、ありがとうございます。美容グッズたくさんもらってきてくださいね。そういうコレクションイベントの時のお約束。嬉しいお約束ですね。そう、 TikTok はね、のストーリーは TikTok を定期的に開く習慣がない限り気づかんよ。そうだよ、それはそうだ。おいしい。やっぱ最近思う、私はやっぱり甘いものよりこういう塩辛いお菓子とかの方が好きなんだっていう。マグさん、ありがとうございます。そう、ガルアワのインスタがあるんですよね。間違った、 TikTok が現代じゃない、めっちゃ。TikTok で配信があるなんて。
まあガールズアワードって検索すればすぐに出てくるから。ゆうきさん、すけさん、モブランさん、ひろふみさん、ありがとうございます。今日のホテル良い、綺麗で、暗くないし、ここは若干暗い場所におるけど、この置くために、明るいところが好き。ホテルって暗いところ多いやん。暗かったり、なんか黄色かったり、ここはいい明るさ。ゆうちゃんタコありがとうございます。ホテルは寝やすいように暖色系って、でもサラは どうせ真っ暗にして消して寝るけん、明るい優先がいいな。もうほぼ感触しかないところみたいなあるじゃん。ちょっと正座せんといけんけ、疲れた。まあ確かに配信とかなかったら別にね、それは配信するけんこういう考えなだけで、別に配信とかせん、普通に泊まる人からしたら
別にいいよね、暗くても。配信能になってるけん、そう思うだけで。並ぶさん、クマとタコありがとうございます。なんか痛い、切れた。何もなってなかった配信能になるくらい配信してることに感謝したくなってきたって、したくなってきた、してください。したくなってきたじゃなくて、してください。マイライト使わない派やもんねって。でもさ、そんなさ、わざわざホテル遠征先にさ、ライト持参しとるメンバーおるん？なかなか大変じゃない？ライトを持っていくって。まあそう、サラは家でもね、家で配信するときもなんか女優ライトみたいな、部屋の電気以外の顔にこう当てる電気はそう使わない派なんですけど、なんかそっちの方が顔面漏れるっていうけどさ、でもいいやって感じ。目が乾燥するんよね。しかもまあショールームにそんなに目を当てなくていい。暗い、そのめっちゃ暗いホテルの時とかは、まあ確かにライト欲しいなって思う時あるけど、これぐらい明るければいらん。目が疲れるんよ。なんか初期の頃はライト使いよったけど、目が倍疲れるので使わなくなりました。眩しいし。オンラインお話し会の時ライトは置いてあるけど、会場によってはつけん。なんか暗い時はつけるけど、もうその部屋自体が別に明るいやって時はつけない。もう目が疲れるよ、とりあえず。とりあえず目がね、まぶしいってなるけん、疲れないを優先、目の疲れを、目を守る。つりけんさん、ありがとうございます。そのなんか目がしょぼしょぼしてくるけん、それが嫌だから
そっち優先します。今すでにめっちゃ目がしょぼしょぼする。早めに寝てくださいって。寝ません。寝ません。配信してんだから。なんか携帯を見てるのと一緒で、こうずっと画面を見てる、コメントとかを見とるけん、そう、目が疲れるっていう話。その人生において目が疲れてて早く寝ないといけないとかっていう話ではない。ブルーライトカットメガネ。いやでも嫌じゃない、そんなさ、毎回配信するたんびにさ、もうそんなんやったらもうブルーライトカットメガネしとる姿しか見せんことになる。配信中いつも配信するとき、いつもブルーライトカットメガネ。まばたき多めにしよう。でもさ、なんかまばたき多い人気にならん、見とって。多めにしたらこれぐらい。さ、配信中ずっとこうやってやったら気になるでしょ。気にならないって。気になるわ。気になるわ、さすがに。まつげに自信があるのかと思う。まばたきが多かったらどういうこと。まばたきでまつげアピールしてるように逆に見える。気になるよ、普通に。しとるこっちも気になる。りょうへいさん、あっくん、ありがとうございます。まばたきされたらつられてこっちもしちゃうって、なんでだよ。なんでだよ、もうそれは。なんでだよすぎる。 TikTok、
チュンチュン。あ、手が疲れた。これ本当に美味しい。ドライマンゴーが入って、思ったよりでかいくない？この画像よりも全然でかい。グミってなんかさ、やたらと樹脂が持っとるイメージある。美味しそうって、グミ美味しそうって思う？みんな失礼え、でもさ、なんかグミって今オレンジ取れないから貴重かもねって。マンゴーなのに。男子だけでよく食べますって。そうなんだ。推しが食べてるからなるほどね。絶対さ、みんなって結構メンバーにさ影響されとるものあるよね。メンバーの影響というか推しの影響だね。推し好きなメンバーがそういう感じのメンバーじゃなかったら多分気にならない。話し方は似ないでしょ。一緒にしないで話し方を一緒にしないでください。それは似ない。カフェ行くようになってアルコールが減りましたって。おー、いいことなんじゃない分からんけど。次は糖の方を気をつけてくださいって感じ。サウナの影響でスタファニーがより好きになったって。女子食生活が変わったって。でもそんなさ、別に毎日何食べたか言ってないやん。別にそれでそんな毎日影響受ける？
日傘を買った、それはいい影響いい影響です。男性でも見た目に気を使っているんだなっていう。私普通に肌にもいい。バーバブさん、ピロシさん、スマイルさん、ありがとうございます。ゲルなんかサラダ言ったらみんな影響受ける。てかこのグミ本当に美味しすぎてやばい。もうほぼない。やばい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 。こういうグミとかって本当に秒でなくなる。でもとか言いながらみんなさ、いいとこだけってだけでしょ。私がじゃあネイルし始めました、ネイルしますってわけでもないでしょ私がじゃあなんかじゃあめっちゃ野菜食べるようになりました、その野菜を真似するかって言われたらそうじゃないでしょ。ナラブさん、クマドラブレタありがとうございますふ全部真似したらやばいやろ。うん、やばいしやめてって思う全部やめてって思う。まあこんなねカフェとかおすすめしといて言うのもなんですけど、私はそんな人に影響されるタイプじゃないからこそ自分の取り入れたものをあんまり人に真似されるの好きじゃない。けどみんなはまあ別です。みんなは別。みんなは別物なので、お気になさらず。むずい、考えなくて、何も考えなくていいです。いやだってさ、じゃあみんなが何かやってサラが真似しちゃ、みんなが例えばこのお肉美味しかったよって言って、まあ、お肉とかじゃ意味ないな。まあサラとかが食べて真似してよって言ったらいいかもしれんけど、じゃあ同じ会社の人とかに全ての行動を真似されたら嫌でしょ。嫌でしょ。ランチどこどこのランチ行ったんだって言ったら、その人が次の日そこに行っている、この前このうどん食べたんだって言ったら、その次の日その人が行っている全部何気なく話したことを全部真似されたらなんか嫌じゃない。さらそれ嫌だな、嫌なタイプ。
でもサラが行ったカフェとかにみんなが行ってアクスタとかで写真撮って載せてくれる分にはもう行け行けもっと行けってなるナイスオタクってなりますからね。それは思ってません。可愛い子なんかそれでも怖くない？いや怖いでしょってか、うん、好きなんかなと思っちゃう。そんもはやポジティブですね。ナナムさんめっちゃ可愛い人。ありがとうございます。今めっちゃ反省しとる時の姿勢なんやけど、ほぼ正座で背筋伸ばして。カメラに映るためサラがもう今何も力入れずに座ったらこれだいぶ下がるでしょ。つむじかわいいだってウケるウケる。でも離れればねもうちょっと映るんですけど、急にこの音が出てきて、雲のすくぐって、あ、匂わせじゃないですよこれ。今度のツアーでやる匂わせとかじゃないですからね。だにみち。アニメ見ないサラピでもトトロ知ってるやん。知っとるやろ、誰でも知っとるやろ。ナラブさん、アイス20世紀ともちゃん、やじうまさん、ありがとうございます。その辺の配慮、いやまあ無駄に匂わせることはしませんよ。無駄の匂わせはしません。分かってるのにあまりにも公式発表遅いなって時とかはちょっと来てほしいから早めに、フラワーの時みたいに匂わせるというか普通に言ったりはしますけど、変な匂わせはしないです。
意味のない匂わせとか意味の、ね、ないネタバレはしません。じゃん、練り歩きもう少しみんな止まってほしいですって。わかりました。じゃあ全員のコメント欄に言って言ってきてください。みんなでしょ、みんなに止まってほしいんでしょ、みんなに止まってほしいんだったら全員のメンバーに言ってきてらっしゃい。わー、私に言われ、知らない、私知らない、練り歩きって結構大変ないん。もうね、みんなからの光景はね、そりゃサラもそっち側の光景を見たことあるから、もうそのメンバーにこう位置が行くけど、もう目が行くけどさ、でもこっちからしたらさ、もう大量の人がいるわけですよ。視界には、視界にいっぱい顔が映ってくるわけですよ。もう自分の目の中にはたくさんのおじさんの顔が入ってくるんですよ。だからその中で、あ、自分が知ってる人だとか、自分のことを撮っているとか、自分をこの人をしている人だっていうのを一気にこう反応というか、脳で反応するには結構頭の回転というか大事なんですよ。そう、頭の回転必要なんですよ。脳使ってるんですよ。私この一曲とかで戻る、ここまでにここを通って戻らないといけない、ここを通らないとステージに戻れないみたいなことをね考えて歩いてるから、そんなね一人にずっと止まっている暇なんてないんですよ。うん、考えてみたらね、そうそう、この前会場のさ、会場の座席のやつを見て会場行ったのに、というかリハでやっとったのと本番会場に着いてから、じゃあステージに上がる階段の位置が違って、ここじゃないといけないってなって、自分の計算と違ったとかあるからね。私のファンが全然違う方向を見てたらどう思いますって。私のファンが全然違う方向を見てたら、ああチャンス失ったなバーガーって思ってますよ。私はそう、なんか公園とかでもよくある、船降りとか特にある、レスしようと思ってパッてちょっと見たらもう全然違うとこを一生懸命見てる、もういいよ、もう私のこのレスの気持ち返せバーカって思ってる。いいしバーカ、別に送らねえからってなる、他の人に送るしって思ってひって思う、それだけだから、もう不意のレスとかを
自分の中であるここはレスポイントだみたいなところをもうその人にしなくなるだけ。この人を向いたってどうせ見てないだろうなって思ったら、やっぱ見てる人、見てそうな人を 見るじゃないですか。そりゃそう。だからその他の、例えば違う色にしてたのにユニットになった瞬間白白に変えてすごいアピールしてきたとしても、それずっと白白をしてくれている人にやっぱレスポイントレスしたりはしますよ。そりゃそりゃそうよ。そりゃそうですよ。やっぱね、ずっと見てる人が損する世界は良くないですから。そうですよ、やっぱずっと真面目にずっと見てる人が損するのは良くない。やっぱ都合いい人が勝てる世界は良くないですよ。まあでもその人たちは、でもそれをもしじゃあそのレス機会を失った人がいたとしても、それは別にその本人も気づいてないわけだから、もう仕方ない、いいんだよ。その本人も別に気づいてないから。昨日めっちゃイケちゃんと楽しそうだったねって。違うよ、ぶつかってきたんだよ。いや、あの定点映像を 見たいまでもあるもん。ちょっとまだ送られてきてないけん、定点映像見れてないけど、バーンってなってもうつぼったね。昨日の公演は白白出しにくい雰囲気でしたって。いやまあ卒業公演とか生誕祭とかの時はそりゃある程度指しますよ。ペンライト違くても、私を見てれば私は何も思わない。生誕とか、まあ、生誕はまああれやけど、卒業公演に関しては思わない。サイリウムなしの人はどうすればって。なんかさ、私僕はペンライト持たない派だからみたいな、すごい誇って言ってくる人とかたまにいるけど、いや別にいいんよ、別にいいんだけど、そりゃ持ってくれとる人よりは見つけにくいのは事実なんよって感じ。やっぱ埋もれるんよ、光ってないから。光ってないから、だってここがさ、こう光っとる人とさ、こうなっとる人とさ、こうなっとる人ではさ、それはこっちの人の方がさ、ステージから見えるじゃん。だし、こっちも照明を当ててもらってるから、こっちが明るい分、そっちが暗いって余計に見えないんですよ。だし、その人が最前とかも、土線におるならまだわかるけど、なんかその、端っことか、なんか、そのペンライトの人の真ん中、間とかにおったら、それ持ってない人は気づきにくいですよ。っていう話。別にいいんだけど、ペンライト持たなくても、全然それは個人の自由なんでいいんですけど、ただ気づきにくい、気づかれにくくても、そこに関してもクレームは受け付けませんよっていう、ただそれだけ。思ってる以上にね、ペンライトないとね、見つけづらいんですよ。
ヒューさん、めちゃきのこさん、ナラブさん、優勝ありがとうございます。そうそう、服はなんか赤が目立つ気がする。気のせいかな、分からんけど。あれかな、 STU はカープのユニフォームとか着とる人が多いけん、そう思うだけかな。まあでも何よりも私は、私が視界に入ってくるのはやっぱペンライトが一番かなって感じ。まずなんとなくで、そんな踊りながらさ、こんな一人一人をこうやって見てないけどさ、 MC 中とかなら大体どこに誰がおるんかなって見えるけど、そんなこんな踊りながらこんなね、しかも暗闇とか花だれとかでこんな見る機会ないけんってなったら、やっぱ白白がポンって見える方が、あの辺にいるってわかるって話。お話し会に行っててもペンライト持たない方はレッスンを全くもらえない。いや、それもね、悪気はないんですよ、きっとね。特に私は自分の色じゃない人のことをそんなに見てないからというか、あまり見えない、白白以外見えない目をしてるから基本的に別に悪意があるわけじゃない。身長低いと見つけにくいとかはないね。自分の方を見てても違った時が恥ずかしくてあまり反応できないって。いいよそれは。違う時はこうやってもうレスしました、あ、じゃあ違う人にしてたけど反応してきました、あなたじゃないないってやるからあなたじゃないあなたじゃないってやるから、もう自信を持って反応してきてくださいって感じ。だってレスして、じゃあお互いというかその近くにおったサラのファンがどっちもその反応されたら、こっちがはっ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 、こっちが逆に、こっちがなんだここ二人はってなるじゃん。どっちも反応してくれないみたいな、ん？ん？ってなる。あ、ちょっと疲れた、姿勢が。はい、はい、まあそんな話です。ってなわけで、明日はガールズアワードに STU 出演させてもらいます。出演時間は言っていいよって感じだったら、まあストーリーなりなんなりでお知らせします。うっ、しゃっくりがね。ではランキングを読みたいと思います。 TikTok で配信があります。
TikTok 公式のガールズアワードさんの公式に TikTok でありますので、まあ皆さんはね TikTok ダウンロードしてると思うので、ぜひそちらから見てください。それではランキングを読みます。13位モンブランさん、12位あっくん、11位20世紀ともちゃん、10位マグさん、9位めっちゃきのこさん、8位バオバブさん、7位りょくさん、6位やじうまさん、5位ピルシさん、4位中野さん、3位ゆうちゃん、2位赤ヘルサンタさん、1位ナラブさん、ありがとうございました。果たして明日私の推しメン小栗ゆい様に会うことができるのか。裏挑戦、裏テーマ私の裏挑戦。それでは終わりたいと思います。 TikTok とインスタを更新しましたので、あ、ファンクラブも更新しましたので、ぜひ見ておいてください。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。